九州最大のターミナル博多。夜行列車を除き日本で最も長い距離を走る特急列車はこの駅から発車します。その名も日輪シーガイア7号です。日曜日の午前7時ということもあってね、博多駅はほとんど人通りが少なくなっておりました。この朝早くからしかも日曜日に博多駅に着いている人はほとんどおりません。数ある列車に混じって特急日輪シーガイア7号7時30分発宮崎空港かっこ小倉経由と書いてあります。小倉を経由しなかったら逆にどうやって行けばいいのかとちょっと疑問にはなりますけれども、まあ早速改札に入っていきます。これね、停車駅の数がめちゃくちゃ多くて、下に書いてありますが20個ぐらいあるのかな。20個ならまあ距離の割には停車駅少ないかもしれないですね。すでに表示は出ておりますが、まだ回送列車が止まっております。長崎駅を午前5時台にやってきて、もうすでに博多に到着した特急カメム号です。ただ指定席の乗車位置案内にはもう日輪シーガイアと表示されております。しかし本当に日曜の朝の博多駅って誰もいないんですね。まあ、九州の王者福岡ですからたくさん電車は走っております。これは久留米の方からやってきた電車だったかな。回送で止まっていたカモメ号も出ていきましたし、立て続けに別の特急列車も出ていきます。奥の方を見てみますと、画面の非常停車ボタンのちょっと左あたり、うっすらと前哨灯が見えてきました。今出ていった黒い 7パー7 系という車両、これは1990何年か、これも結構古い車両なんですけれども、今やってきた日輪シーガイア号の方はさらに古いです。形式は 7パー3 系ハイパーサリューンという愛称がついています。国鉄が JR に移管されてすぐ1988年の登場だったか。今年2021年の3月から日輪シーガイア号での運用から外されることになっております。おそらくそのまんま廃車になってしまうんでしょう。引退が迫っていることもあり、多くの鉄道ファンが写真を撮りに来ておりました。センサー式のドアなかなか開かない。もう開きました。一番先頭の指定席を確保しておきました。ちょっと足が狭いかなと思いますが、まだまあ問題はありません。 7パー3 系のトップナンバー CM1 編成です。通常博多から大分方面に向かう特急はソニックという名前がついておりまして、車両も7両なんですが、 7パー3 系を使う日輪シーガイア号は5両編成となっています。朝の時間は大分から福岡に出てくる人は結構多いんですが、逆方向の利用者は少ないので5両編成でも足りてしまうという判断でしょう。走り始めてからもう30年以上経っているということでね、ところどころガタが来ているようです。補修の跡が結構目立ちます。車内販売が全くないためか、内部にはお弁当とか忘れてお腹が空く分にエハップを入れてても水がないとなると大変ですからね。こちらが別の普通車の車両、普通車の切符しか持っておりませんでしたのでグリーン車の撮影はできておりませんが、ご了承ください。こちらが小倉方面の普通車指定席ですが、運転手さんと同じ景色が見えるように窓ガラスが貼られています。ここは結構人気でね、2週間前に予約しようと思った時点ではもう完全に埋まってしまっておりました。なお小倉で進行方向が反転しますので、小倉から先宮崎空港までは進行方向の後ろを見ることになります。 7パー3 系は車両の真ん中にドアがあって、その両脇に客室部があるというなかなか特殊な構造をしておりまして、ここに5号車の B と書かれています。5号車の中にも A と B の2つの区分けがあるのです。デッキ部にはもちろん男子トイレ女子トイレがありますが、他にもいくつか設備があったりします。こちらはお化粧直しのためなんでしょうか。女性には嬉しい鏡、そして車掌さんが安全確認をするための窓、車掌さんが改札を行っている途中でもしっかり安全確認ができます。帝国で博多駅を出発。膨大な数のビルが建っています。いや都会ですね。まもなく吉塚に着きます。お降りのお客様は客室内の出口と表示してあるドアの方へ進みください。通常は始発駅を出ると指定席自由席の案内や停車駅の案内などをするんですが、
次の駅までの距離が短すぎますから、そんな案内などしている暇はないというわけです。もともと福岡の中心は博多からちょっと離れた天神という地区なんですが、山陽新幹線の開通や国鉄から JR になって通勤電車の本数が充実していくに伴い、博多も徐々に発展、今では天神と肩を並べるほどにまでなっております。しかし福岡県の県庁は天神にも博多にもありません。博多の次、この電車が止まり吉塚にあります。吉塚はほとんどの特急が通過するんですけれども、偶然にもこの日輪シーガイア7号は停車します。なんでなんですかね、福北豊線の分岐駅でもあるから利用者が多いことは確かです。吉塚に到着、ほとんど乗ってくる人はおりませんでした。吉塚を出ますと次は加市、3駅ほど間隔が開きますね。ここでようやく特急列車の車内案内や停車駅の案内がなされます。ちょっと聞いてみてください。英語の案内で恐縮ですが、停車駅が非常に多いのが特徴です。特に博多から小倉の間の停車駅が多いような気がしますね。小倉から新幹線に乗り換えるお客さんのためでしょうか。鹿児島本線の駅の周りはかなり新しいマンションだとか新築の一戸建てとか結構新しい建物が目立ちます。福岡はこの少子化のご時世であるにもかかわらず人口が増加している数少ない地方都市の一つです。郊外にもどんどん住宅地が広がっていっております。加市線が乗り入れる加市駅に到着。この駅からそこそこお客さんは増えた気がしますね。博多時点では4人ぐらいしか乗っていませんでしたが、ここから座席が4割ぐらい埋まるようになりました。目の前の JR の広告、ネットから予約すると早割で半分ぐらいまで乗車料金が下がりますよという案内。博多から宮崎は1万円から5000円、めちゃくちゃ安いなと思ったんですが、実はこれ鉄道ではなくて熊本へ新幹線で行って新八代という駅から高速バスに乗り換えるというものです。実は陸路だと宮崎まではそれが一番早いんですよね。早くそして安くで行けるように JR 九州もたくさん苦心しております。加市を出ると次の停車駅は赤間です。特急が止まらない駅の周りにも、絶対最近できたんだろうなという真新しい新築の一戸建てばかりが建つ住宅地がたくさんあります。コンクリートの色とかから見てもね、多分街ができたのはつい最近なんだろうなと思います。今通過しているのは新宮中央駅、2010年11年前に開業した駅です。この辺りは人口も多いため通勤電車の本数が多く、たとえ我らが日輪シーガヤ号であってもスピードを結構落とさざるを得ません。本気を出せば時速130キロで走れる区間です。遥か遠くの方まで永遠と住宅地が広がります。さすがに博多付近とは違って高い高層マンションとかも減ってきましたかね。ところどころ空き地も見られるようになってきました。通っているのは千鳥駅付近、博多駅までラッシュの時間帯だと40分弱で着くことができます。この先福間を過ぎたあたりから列車は軽い峠越えの区間、峠越えというよりまだ開発がここまで追いついていないといった方が適切でしょうか。住宅地に取り込まれず畑として生き残っている土地が広がっております。この辺りで谷間をうねうねと曲がりくねって進むので列車のスピードもちょっと遅いですね。もともとこの辺りでは山の谷間に沿ってえっちらおっちら列車が進んでいたようなんですが、蒸気機関車の時代には鉄道は坂道に非常に弱くて、あまりにもスピードが遅いと。とりあえず鉄道は開通したけど、ここはさすがになんとかせんきゃいけんとなって、明治の終わり頃には今若干映りました白山トンネルというトンネルをぶち抜いて経路を付け替えてしまったそうです。そんな昔から線路の付け替えをしていたんですね。赤間駅を過ぎて前の列車を追い抜いたのか、先ほどと比べると結構スピードを上げてきました。それでもね、最高速度130キロまでは到達せず、小倉まではどうやら本領発揮できないみたいです。次の停車駅が降りよう。この駅から九州第二の都市北九州市へ入ってきます。やっぱ30年以上前に作られたとあってね、照明の形とかあとは電光掲示板とかもスタイルがやっぱり昭和らしいなぁと平成生まれは感じてしまいます。現在折尾駅は高架化の工事がなされておりまして、
道路と線路の間で高架化関連の工事がされているように見受けられました。もうほとんどのホームが高架に切り替えられておりまして、来年度中には高架化事業も完成するようです。筑豊本線と鹿児島本線合計4方向に線路が伸びておりまして、鉄道の街として発展しました。今は全ての特急が停車しておりまして、背景に見えるようにタワマンとかも建っていてね、住宅地として立派な発展を遂げております。北九州市にいくつかある核の一つを担っている駅です。オリオ駅ピカピカの高架ホームに入線。奥の筑豊本線とは完全に別のホームになっています。ホームの向かい側、博多方面にお出かけに行く人たちが日輪市ヶ谷には目もくれずに電車を待っております。右に2本の線路が見えています。これは貨物専用線。何十年も前に当時のエネルギー資源だった石炭を大量に運ぶ路線として発展しました。巨大な筑豊炭田が近くにあったことからなのか、明治維新以降北九州は日本有数の工業地帯として発展します。福岡市内の住宅地とは打って変わってね、窓から見える景色にも工場の煙突などが目立ってきました。次の停車駅は黒崎。右に見えている筑豊電鉄の電車も発着します。ビルの1階に乗り場があって随分と都会的です。黒崎も全ての特急列車が停車する駅となっておりまして、お客さんも当然たくさんおります。出発から50分ほどが経過。まだね、全体の6分の1も済んでいないんですよね。恐ろしい運転時間の長さですね。人口の増加が著しい福岡市に対して、北九州は工業の衰退ということもあって人口は減りつつあるようです。しかしそれでも駅前には最近作られたとおぼしき立派なマンションなどが立ち並んでいて、やはりここは政令指定都市なんだなと実感します。北九州市の人口は現在100万人弱となっています。まもなく小倉に着きます。鹿児島線、北彦山線はお乗り換えです。こちらから列車の進行方向が変わります。通路側、座席下のペダルを踏んで椅子をお回しください。案内があった通り、小倉で進行方向が入れ替わります。もともとこれから先の日豊本線は本州方面と東九州方面を連絡するのが最も大きい目的でしたので、福岡方面には直進できないようになっています。もっとも今となっては福岡と大分のつながりが非常に大きくなりましたので、今建設されるのであれば博多に直進できるように作られていたことでしょう。紫ヶ尾を渡って北九州市の中心地小倉に入っていきます。先ほど西小倉の駅を通過しました。実際には日豊本線とはあそこで分岐しているんですが、やはり新幹線の停車駅である小倉に停まるのは必須のようです。奥に見える高架が山陽新幹線ですね。新幹線のぞみ号に乗り継げば2時間ちょっとで新大阪まで着けてしまいます。また博多からも小倉までであれば20分ちょっとで着いてしまうんですが、この在来線特急だと1時間かかりました。九州の玄関口小倉駅にゆっくりゆっくりと進入していきます。この小倉の駅で乗っていたお客さんの半分か3分の2ぐらいずらーって降りていきましたね。小倉までは博多から新幹線があるのでそんなに使う人いないんじゃないかなと思っていたんですが、その予想は打ち砕かれてしまいました。進行方向が転換しますので、自分の椅子を自分で回転させます。目の前は壁だったんでね、ようやくこれで足を伸び伸びと伸ばすことができます。小倉では運転手さんが交代になります。折り返すとき普通は運転手さんが端から端まで走っていかないといけませんが、そんなこともなく小倉駅に停車してから2分で出発していきます。多くの人が降りる一方で、乗ってきたのは私の区画では 3,4 人程度でしたでしょうか。小倉から大分までは高速バスもあるんですが、 JR は高速バスよりも20分以上早く大分まで到着します。1月から高速バスは全便運休になってしまいました。車輪を起きしますながらポイントを渡り、日豊本線へと進入していきます。それでは分岐器をガチャガチャと乗り越えて日豊本線方面に進んでいく音をお楽しみください。先ほど通過した西小倉の駅をもう一度通過します。付帯期間はね、1キロも確かなかったと思うんですが、非常にスピードが遅いせいでね、とても長く感じました。西小倉駅の直前でようやく日豊本線の点線を終えます。ここからは列車の本数も少なくなって、いよいよ 7%3 系ハイパーサルーンの本領発揮、最高時速130キロでの運転が始まります。北九州市内しばらくは住宅地の中を走行。工業都市らしくね、立派な都市高速が線路の上を行ったり、時には下でアンダーパスをしたり、
縦横無尽に交わっております。さて、右に線路が増えてきました。こちらは JR 九州最大の工場、小倉工場です。右に見えたオレンジの電車は佐世保方面向かう特急ハウステンボス号。 JR 九州の整備基地として九州各地から点検を受けるために車両が集まってきます。鉄道車両は4年に1回かなり大掛かりな点検作業が必要となるんですが、その作業ができるのはこの九州工場だけです。九州の鉄道創業期からあってね、奥にかなり古そうなレンガ造りの建物も見受けられました。鹿児島にもその全般検査っていうやつができる工場があったんですが、それも小倉の方に機能を移転しております。鹿児島本線を抜けて徐々にスピードを上げていきます。しかしまだ最高速度には到達していません。まだ先に普通列車が走っているようです。北九州市内の日豊線では日中でも1時間あたり3本を普通列車が走っています。まだまだバカにできる本数ではありません。北九州市南の核の一つ城野駅、小倉駅を4分前に出発していた普通列車をこの駅で追い抜かしました。 GPS を使うスピードメーターを用意しましたのでご覧ください。どん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 スピードを上げていきます。時速120キロ近くまで上がりました。鉄道の台はある程度余裕を持って組まれているので、最高速度ピチピチまで出すということは実はあまり多くありません。まあ、普通だと出しても120キロぐらいですね。ただこの日は130キロに近い速度まで出しました。ちょっと遅れていたんでしょうか。いや、早いですね。北九州の住宅地の裏を光の速さで駆け抜けていきます。国鉄時代は最も早いものでも2時間42分での運転。しかし今では最速で2時間と1分、40分以上短縮されました。その高速化の源がこの時速130キロ運転なのです。奥の山のふもとに見えているのはその名も日豊団地。この辺りは瀬戸内海の海上交通の要衝になっていて、工業が非常に発達しています。この辺り北九州市南側も工業が発達しているところでして、工業の発展に伴って多くの住宅が建てられました。途中利用者の多い駅もあるんですが、この列車はそれらを全て通過してしまいます。次の停車駅は行橋、福岡県東部の拠点で、全ての特急列車が止まります。駅の近くにはたくさんマンションも並んでおりまして、北九州市の中心部に列車を使って通勤する人もたくさんいることでしょう。ちょっとお金に余裕がある人はソニックも使っているはずです。この駅は JR 九州の他にも平成筑豊鉄道という第三セクターの会社が乗り入れています。これはもともと国鉄の田川線という路線でして、日本有数の炭鉱として栄えた筑豊地区から石炭を貨物列車で運んできて、行橋の手前あたりにある神田あたりから船で全国各地へと石炭を運ぶ非常に重要な路線になっていました。路線自体はまだ残っています。今は右手の方に離れていったやつです。ただ国産の石炭はもう全く需要がなくなりましたから、貨物列車の運行は全くありません。1両のディーゼルカーが細々とお客さんを運ぶだけの路線になってしまいました。横にお客さんもいませんので、ちょっと行儀は悪いかもしれませんが、足を前に投げ出してゆったりとくつろぎます。こういうふうに足を投げ出すのは基本的に横に誰も座っていない時とか、自分の進行方向よりも後ろ側にそもそも席がなくて、これなら不快な思いする人もそんなにいないだろうなと思った時にしかやらないようにしています。結構ね、この時寝不足の状態で乗車していまして、確か1時間半ぐらいしかこの日は寝てなかったんじゃないかな。それまでも睡眠不足が続いていたので、もうかなりぐったりとしています。前々から日輪シーガイア乗るの夢だったんですけれど、この日はさすがにね、起きた時はマジか、これから6時間電車乗るのかと正直思ってしまいました。列車は豊前市に入っております。この辺りを橋築地域とか言ったりするんですが、瀬戸内海に面していて海上交通が結構便利なので重工業が発達しております。対岸の山口県宇部市とか小野田市とかと同じような感じでしょうか。また福岡県ですが、ここまで南下してくるともう北九州市よりはお隣の中津市の方が結びつきが強い地域です。福岡県最後の吉富駅を通過中。確か一時期は中津市と県をまたいで合併するみたいな話もあったんじゃなかったかな。山国川を渡って長かった福岡県区間も終わり、大分県に入ります。この列車は6時間かけて運転されるにもかかわらず3県しか通過しません。列車は中津の駅に入ってきました。もともとは中津藩の城下町として栄えたところです。江戸時代の中期には解体新書を表した前の領宅を廃出したりですとか、皆さんご存知福沢諭吉も廃出しております。今映しているのは小倉方面へのホームだと思うんですけれども、なぜかワンマン大分行きが止まっていますね。で、この列車が寄せている大分方面へのホームには小倉行きが止まっています。なんとも不思議な光景です。中津の駅から中津城までは歩いて20分ぐらいで行くことができます。ちょっと遠いかなという印象です。
中津といえば唐揚げが有名ですけれども、都市伝説ではケンタッキーフライドチキンが進出してきたけれども唐揚げの人気に押されて結局撤退してしまったみたいな話があったりします。真偽のほどはよくわかりません。この辺りはあんまり海は見えない分山並みが結構美しかった印象がありますね。映っているのが何という山かはわかりませんが、あの辺りに昔から景勝地として名高い耶馬渓があります。かつては大分交通耶馬渓線が伸びておりましたが、モータリゼーションの影響により50年近く前に廃止されました。列車は引き続き時速120キロ以上出しているはずですけれども、周りにあんまり建物がなくなってきましたので、どれぐらいのスピードなのかちょっと体感ではわからなくなってきました。今通過しているのが柳ヶ浦駅、すでに宇佐市に入っています。2018年まで日本で一番早い始発電車がこの駅から出ておりまして、4時17分はずだったかな。小倉駅で山陽新幹線の始発に乗り継げるようなダイヤになっていました。今は始発の時刻繰り下げられましたが、それでも4時49分十分早いです。映してはおりませんが、今の川の岸辺とかにねカメラを持っている人がたくさん並んでおりましたね。この7%3K は撮影から1ヶ月後の3月には日豊本線から完全撤退してしまいましたので、それの記念で撮影に来ていたんでしょう。特急ソニックで使われるパーパー 3K 電車とすれ違いました。あちらの方は6、7年遅く製造された車両で、最高速度は130キロと変わらないんですが、車体を傾けることによってカーブを高速で通過できるようになっています。あちらの方がスピードは速いです。宇佐駅を通過、これ有名ですね。英語のスペルが偶然 USA になりますので、ハリウッドの有名な看板にあやかってああいう風なものを作っております。宇佐駅を過ぎますと立石峠という結構険しい峠道に入っていきます。現在では高性能な電車で難なく越えていきますが、蒸気機関車が主流だった時代には非常に大変でした。先ほどの宇佐駅で峠越えを助ける補助の機関車を連結しまして、この先にある立石駅まで補助の機関車と主役の本務機関車と一緒に頑張ってえっちらおっちらと峠を越えていきました。その機関車を置いておくために宇佐駅などの構内は非常にもともと広くてですね、今では駐車場などになっているところも全部機関車を止めておくための線路が並んでいたのでした。そんな立石峠を特急電車は軽々と越えていきます。蒸気機関車から電車になったのでもちろん出力は上がりましたが、それだけではなく今通っているですね、新立石トンネルというトンネルが新たに建設されまして、下り列車はもうほとんど勾配なんか気にせず進めるようになりました。上り列車はもともとあった線路を使っているんですけれど、そちらは下り線に比べたらあんまり険しくないそうです。峠の由来になった立石駅を通過。この立石峠は経済的にも境界になっているようでして、ここから北は中津都市圏、南側は大分都市圏となっております。見ると上り線と下り線でちょっと離れた場所を通っていますね。おそらく向こう側上り線の方がもともとあった線路なんじゃないかな。下り線は全然違うところに建設されましたのでちょっと離れているというわけです。もうここまで来ると完全に峠越えが終わっております。列車は木付市に入りました。今すれ違ったのはパーパー合計か、白いソニックの愛称で親しまれておりまして、聞いた話だと大分県民はあの電車のことを新幹線だよと子供の頃から親に教わって育つそうですね。正直博多と大分の間は結構需要が大きいので、新幹線を作ったとしても十分黒字化は期待できるんじゃないでしょうかね。列車は木付駅に到着、久々の停車駅です。木付駅では降りたことはないんですが、すごい古そうな駅舎ですね。開業当時からのものだとしたらもう110歳ぐらいになっているはずです。通過中の駅は肘駅、木付市や肘町は大分へのベッドダウンになっていて非常に人口も多いところです。確かにこの肘町は木付市と全く同じぐらいの人口でして、近年は特に発展が著しいそうですね。久々に海が見えてきました。別府湾です。この対岸の方に大分市があります。別府湾をぐるっとカタカナじゃないアルファベットの C の字を描くようにして日豊本線は運転されます。もうすぐ九州有数の観光地別府です。この辺は山の斜面に沿ってずらっと家が並んでいて、結構ね見ていて面白いところです。大分も日本の中では割と南国の方にありますので、南国ムードを演出させるためか幹線道路沿いにヤシの木がたくさん立っております。別府市の人口は約11万人、大分市と合わせて別大都市圏なんていう言われ方もします。結構人口が多いところです。これは亀川駅かな。朝のラッシュ時間帯とかこの駅始発の列車も結構出ています。前この辺でね大分に向かう朝8時台ぐらいの通勤列車に乗ったことがあるんですけど、まあ混みましたね。ここ東京なんじゃないかって思うぐらいでした。
地方の鉄道は空いているというイメージが結構あると思いますが、最近ではダイヤ改正のたびに車両の両数を減らしたりとか本数が減らされていますので、県庁所在地レベルであればかなり混むのが実情です。奥に見えているのは由布岳かな。あの山を越えるともう一つ温泉地として有名な由布院になっています。別府と由布院ってね、結構直線距離だと近いんですよね。鉄道を使うよりもバスを使って行った方が早いです。あちらに見えているのが東九州自動車道の高架ですかね。ものすごく高いところ、山の険しいところに建設されています。近年の高速道路全般に言えるんですが、最近できた道路は道路作るときに平野部はもうほとんど住宅地とかで埋め尽くされてしまっていて、トンネルとか橋をたくさん使って山をぶち抜いて作る必要があります。あれ作るの大変だったでしょうね。走ったことはないですが、まあ見晴らしはすごくいいんじゃないかなと思います。大分県で2番目に利用者が多い駅、別府に到着です。土曜日の午前ということもあってね、やはり観光のお客さんがたくさんこの駅で降りていきました。乗ってくる人はそんなにいなかったんじゃなかったかな。博多を出てからすでに2時間と20分以上経っています。結構スピードは遅い方です。駅の近くはアパート、マンション、ホテルなど高い建物がたくさん建っています。今見えているマンションとかからだと結構綺麗に別府湾が見えるんじゃないかな。確か僕が2歳ぐらいの時に家族旅行で来たっきり行っていないので、ぜひ一度ゆっくり観光してみたいものです。観光客向けの巡回バスとかも結構運転しますので、地方都市ですが車がなくても十分楽しめるんじゃないでしょうか。別府の次の停車駅は大分駅です。別府と大分の間に別大国道っていうでっかい3車線のしっかりした国道が通っているんですが、まあここからの景色も素晴らしいんですよ。日豊線近辺では多分鹿児島の錦江湾付近の次に景色がいいようなところじゃないかな。フェリーが見えます。宇和島汽船ですね。別府と愛媛県の八幡浜だったかなの2つの都市の間を結んでおります。確か3時間弱ぐらいで着くことができるんですよ。私も1回乗ったことがあります。結構ね、愛媛県と大分県って船がたくさん出ていて近いんですよね。それにしても今日は晴れていて綺麗だな。まあ、景色はいいんですけれども、鉄道は結構カーブが多いのであまりスピードを出すことができていません。これも見た感じ時速80キロ出ていないぐらいなんじゃないでしょうか。こういうふうに海のすぐ近くを走るところっていうのはだいたい反対側はもう山が迫ってきているので、鉄道を建設するスペースが少ないと、どうしても海岸線に沿ったぐにゃぐにゃとした線形にならざるを得ません。上り線は結構トンネルが多用されていて割と直線的になっているんですが、下りは昔の時代の線路をそのまま使っているのであまり速くはないですね。別府と大分の間の移動の自由は大きくて、国道もしっかり片側3車線、40年ぐらい前まで路面電車もあの道路を通っていました。もう通り過ぎましたが、さっき道路をまたぐ大きい橋みたいなのがありましたよね。あそこが水族館で、結構東九州の中では大きい水族館の一つじゃないでしょうか。観光で時間が空いたら立ち寄ってみてもいいかもしれません。もう別府の街があんな遠くになってしまいました。別府と大分の間、特急列車だったら10分、普通列車でも15分ほどで着きます。まあ、結構近いですね。海岸線をひたすら望む区間も終わり、ようやく大分の都市部に入ってきました。沿岸部は結構工業も盛んでして、向こうの方に見えるのは何の工場なのか調べても分かりませんでしたが、発電所とかもいろいろあるようです。大分市単独では47万人くらい、別府などと合わせた都市圏全体だと70万人を超えます。大都会です。まもなく大分に着きます。大分駅は10年くらい前までは地上にある駅だったんですが、線路で交通が分断されていたので20年ぐらい前から高架化の工事が始まって、16年ほどかけてようやくすべて完成しました。大分駅には日豊本線のほかに九大本線と豊肥本線が乗り入れています。この2つは電化されていない非電化路線なので、先ほども置いてありましたがディーゼルカーもたくさん頻繁に乗り入れています。夏の観光真っ盛りのシーンは本当にお客さんが多くてね、2両編成の九州横断特急などはいつも満員になっています。コロナになる前はもっと観光客が特に中国から多かったですからね。無事大分駅に到着、ここで7分間停車します。大分でかなりのお客さんが降りていきました。
そのまま乗り続けるお客さんも停車時間が長いですから、あのホームに出て鉄道が好きな人はもうすぐ引退となるこの 7% 3系の写真などを思う存分撮影しておりました。隣のホームには別の列車が止まっています。案内表示器には特急ソニックって書いてあるんですけれども、どう見てもソニックではありません。貨物列車です。九州地区からの引退が発表された EF81 型だったかな、かなり古い機関車に引き連られております。大分は東九州の一大ターミナル、7%3系の横にはパー3系特急ソニックが止まっており、その横には豊肥本線や九大本線で使われるキハ40という機動車も止まっております。いろんな車両を見ることができる駅です。品物を見てみると、独身クレゾール液体とか書いてありますね。延岡にある旭化成の工場で使われる薬品だと思います。大分駅を10時7分に発車。博多を出てからもう2時間半経っておりますが、まだ半分にもなっていません。大分から宮崎までは3時間かかります。大分を出るとお客さんはめっきり減りました。私が乗っている号車もちょっと記憶が曖昧になってきているんですが、1人か2人しかいなかったと思います。ここから先の臼杵市や佐伯市は近年過疎化が進んでおりまして、あの工場とかもあるんですが、そこへの出張のお客さんも今日が日曜日ということもあってほとんどおりません。大分駅の東側も引き続き高架区間を走行しまして、大分の街を遠くまで見渡すことができます。もう過ぎてしまいましたが、駅の近くは本当に高層マンションがたくさん立ち並んでいましたね。大分車両センター、最近デビューした特急36+3も留置されていました。いろんな車両が集うところです。大分から先は鶴崎、臼杵、津久見、佐伯の順に止まっていきます。大分までの日豊線はもう正真正銘幹線と言っても差し支えないぐらい高速で多くの列車が駆け抜けるところでしたが、大分から先は結構ローカル線的な感じが増してきます。ここから先は全て単線、もう日豊本線にはここから先単線区間しかありません。宮崎県内には複線区間がそもそも一切ないですからね。通過しているのは高城駅、大分の近郊ということもあって結構利用者が多い駅です。今エレベーターの設置工事をやっていたみたいですね。さて鶴崎の駅が近づいてきました。この辺りの海岸は工業地帯になっています。昭和電工の工場だったりエネウスの製油所などがあったりして、おそらく平日はここへの出張のお客さんで特急もにぎわんじゃないでしょうか。日輪号も日輪シーガイアも全ての列車が停車する駅です。日曜の朝10時台ということもあってね、大分のアミプラザとかに買い物に行くお客さんが大量に電車を待っていました。改札に近いということもあると思いますけれども、すごい数ですね。別府のところでも言ったかもしれませんが、こういう光景を見ると宮崎県民にとっては、あ、やっぱ都会だなここはと思ってしまいます。鶴崎を抜けますと大崎とか神崎とか結構重要な駅があるんですが、この列車は全てそういう駅は通過します。大分よりも西は最高速度130キロで運転されますが、この区間では最高速度110キロだったかな。ちょっとゆっくりと走ります。線路の揺れもちょっと激しくなります。この駅が神崎ですね。かつては関サバで有名な佐賀の関まで鉄道が伸びておりましたが、もう50年以上前に廃止されたかと思います。さてあまり知られておりませんが、この神崎を過ぎるとね、結構峠越えの区間が続くんですよ。海岸線からそんなに離れているわけでもないんですが、まあ、海のすぐそばまで山が迫っているので、こういう峠道を走らざるを得ないと。電波こそ通じますが、途中に集落もまばらにしかありません。当然ところどころでトンネルも使われています。列車のスピードも結構遅くてですね、まあ、線路の形が曲がりくねっているからというのもあると思いますが、駅に近づきますと駅の分岐器を通る時の制限速度が結構厳しいらしくて、場合によっては50キロを下回るような速度での運転。海があんなに遠くの方に見えます。峠越えといってもまあ15分ぐらいで渡りきってしまうので、そんなに長くはないですけれども、あ、九州の奥地の方に来たんだなと感じることができると思います。結構な秘境駅佐志を通過、特急とは思えないぐらいゆっくりとした通過です。こういう駅でもホームの上に立って写真撮ってる人いましたね。実はこの動画の編集は2ヶ月ぐらいかけてゆっくりゆっくりやっているんですけれども、編集作業をやっている間に私が乗っている CM1 編成というんですが、この車両はもう廃車になってしまいました。小倉にある工場に送られて今スクラップにされている真っ最中です。列車は臼杵の町に入ってきました。古くは臼杵城の城下町として栄えたところ、崖に掘られた石仏でも有名なところです。臼杵の石仏として親しまれてきました。臼杵の駅に到着。臼杵のスキーの文字をあのハートマークに変えた可愛らしい駅名表も立っています。
反対方向の日輪号と行き違い。この駅で確か僕の号車に一人乗られてきたかな。臼杵は大分県東部ではそこそこの主要な町で、全ての特急が止まります。あとこういうふうに造船所とかもありまして、こういう企業への出張のお客さんが結構使うんじゃないでしょうか。そういえば愛媛の八幡浜に向かう船もたくさん出ております。あ、今ちょうど新しい船を作っているところですかね。列車の中から建造中の船を間近で見られるっていうのはなかなかないことだと思うので、これは珍しい景色だと思います。八幡浜まではだいたいフェリーで3時間ぐらいで着きまして、四国との距離が結構近いところです。先ほどちらっと言った佐賀の関も愛媛の伊方半島への船が出ておりまして、そちらは30分ぐらいで着いてしまいます。臼杵の次の駅は津久見、10キロぐらい距離がありまして、この間にまた一つ峠を越えていきます。駅間が長いっていうことは、まあ、鉄道に詳しい人ならわかると思いますが、その間ほとんど街がないということです。本当に山深いところを通ります。途中で行き違いを行う徳浦信号場というのがありました。まさに今通っているところなんですが、2018年の大雨の被害で被災しまして、もう今では使われていません。線路も剥がされています。本当はこの右側にですね、もう一本トンネルがありまして、信号場の構内にトンネルがあるっていう非常に珍しい構造だったんですが、復活させる必要があるほど列車の本数はもう多くありません。津久見の街が近づいてきました。津久見市は何といっても石灰の街です。もう山のあちこちに石灰の採掘場がありまして、右にちょっとトンネルみたいなのが見えますかね。あれも石灰を運ぶパイプラインです。向こうの方の山を見ると結構壮大なんですよ。もう山一面が石灰の採掘場になっていまして、結構圧巻です。とても日本とは思えない光景です。 Google Earth とかで見てみるとわかるんですが、あちこちに白い岩盤が露出しておりまして、そこら中で石灰の採掘を行っています。今ちょうど真上を通ったあれも石灰のパイプラインなのかな。かつては石灰を運ぶためだけの鉄道路線もたくさん走っておりました。直流電化もされているところがあるそうです。いつかそういう貨物専用路線の廃線跡とかも巡ってみたいですね。踏切待ちをしているトラックも明らかに工業用のものです。こういう石灰産業が続いている間はこの津久見市も安泰でしょう。臼杵のすぐ隣の駅ではあるんですが、この津久見の駅も全ての列車が停車します。ただ日曜日ということもあって、あと下り列車ですから、この列車を待っているお客さんは私が見た限りゼロでしたね。博多駅で買った駅弁を頬張りながら海の景色を楽しみます。日豊本線で海岸線が見られるのはだいたいこの辺りと、あと鹿児島の錦江湾周辺ぐらいじゃないでしょうか。この辺りはリアス式の海岸になっているので、まあ、波も穏やかなんですよね。瀬戸内海の近くにあることから、そんなに曇ったりもすることもなくて、すごく心が洗われるような海の景色が続きます。津久見の次の停車駅は佐伯です。今通過中なのが欺いか。もうこの時点で佐伯市には入っています。佐伯も結構重工業が盛んなところで、これは太平洋セメントがセメント工場ですね。列車の車窓からたくさん工場群を見ることができます。僕夜に通ったことはないんですが、この区間夜だと結構工場の明かりが光々としていて綺麗なんじゃないかな。あくまで推測ですけれども、こういう工業がある限りは過疎化の中でも街が消えるということはないかと思います。ようやく佐伯駅に到着。大分の東の端っこといっても過言ではない駅。ここから先、延岡駅との間は駅こそありますけれども、極端に普通列車の本数が少なく、通る列車のほとんどが特急という区間、鉄道界隈ではあまりにも有名な区間に入ります。昔はこの駅から徒歩10分ぐらいのところにですね、高知県西部宿毛の港からやってきたフェリーが発着しておりまして、結構便利だったんですけれども、あまりにも利用者が少なくて倒産してしまいました。佐伯から総太郎越えの区間はね、私ともう一人お客さんが乗っているだけでしたね。まあ2号室の半分だけですけれども、今そのお客さんもトイレに行っているので、こうやって一人で話すことができています。いよいよね、ここから日豊線の最大の難所と呼ばれている、総太郎越えと呼ばれる峠越えの区間。普通列車は1日 1.5 往復のみしか走っていなくて、他は全て特急列車、あと週に3回ぐらい貨物列車が走ります。この区間最高速度は時速85キロということにはなっていますが、最高速度まで出せるのはごく一部の区間だけです。最近の住宅地を過ぎると線路は曲がりくねって峠越えに挑んでいきますので、あまりスピードが出せる線形ではありません。また駅が近づくとですね、駅に入るところのポイントで速度制限を受けてしまって、ご覧の通り50キロ台にまでスピードを落とす必要があります。もっとひどい時はね、30キロ台とかになるんですよ。
佐伯から延岡まで所要時間がちょうど1時間で、距離が約58キロあります。なので平均スピードは時速60キロにも満たないわけです。もはや特急と呼んでいいのかも怪しいくらいのスピードです。奥に高架が見えますが、あちらが東九州道になっておりまして、 Google マップで調べたところ、自動車でも佐伯駅から延岡駅までおよそ1時間でした。ただ高速から離れた駅から駅までなので、実際には自動車を使った方が圧倒的に速いというわけです。おまけにこの区間の高速道路は無料ですからね。これだけ特急のお客さんが少ないのも、おそらくですが多くの人が自動車を使って移動しているので、宮崎と大分の間の公共交通は非常に需要が少ないんだと思います。確か去年の10月ぐらいまでは高速バスもあったんですけれども、元からお客さんが少なくて、さらにコロナで追い打ちをかけられましたので、ついに廃止されてしまいました。公共交通はもう鉄道だけです。通過している駅はナオミ。この区間の無人駅は決して秘境駅というほど人口が少ないわけではないんですけれども、列車の本数があまりにも少ないというのと、あと一応バスも走っていますので、わざわざ鉄道を使う人もいないというわけです。多分列車を使う場合でも、車で佐伯駅まで送ってもらって、そこから列車に乗り換えるというのが主流なんじゃないかなと思います。今はこの区間、大分県側は全部が佐伯市、宮崎県側は全部が延岡市ということになっているんですが、もともとは独立した自治体の中心駅だったというところもありまして、潜在的な需要はあると思うんですよね。なので一部の朝とか夕方の特急を、直川駅に止めるとかして、ちょっとぐらいはお客さんを拾ってもいいんじゃないのかなと思います。車窓から見える住宅団地、ちょっと木に隠れてしまっていますが、全く同じような間取りの家がずらーって並んでいたんですよ。普通田舎に行くともそれぞれの家がまばらに建っているじゃないですか。なんでああいう風に中央住宅みたいなのができるのかなと思ったんですけれども、ダムとかで集団移転してきたんですかね。わからないので、詳しい方がいたら教えてください。調べたらね、グリーン車が3人かな、自由席は、4人ぐらいしか乗ってませんでしたね。日曜日にもかかわらず4人か、さすがコロナって感じですけれども、その4人のお客さんも全員、反対側の先頭車ですね、前面展望が見えるところに固まって座っていらっしゃいました。中間車の自由席は0人です。で、指定席に座っているのが、私の号室の私とあと1人、2名だけですね。なんでこの列車には合計で9名しかお客さんが乗っていないことになります。さすがにね、日曜だからもっと人乗ってるかなと思ったんですけど、さすがに国はまずいっしょ。土曜が一番混んでるんじゃないかな。重岡駅を通過。重岡まではこの超閑散区間の中でも、割と利用者が多い方でして、夕方に2往復この重岡発着の普通列車が運転されています。ここから先は正真正銘1日1往復半の区間です。先ほどの重岡から宮崎方面に向かう普通列車は朝の6時台に1本、もう1日でそれだけです。なので日本一終電の早い駅としても知られています。重岡を過ぎますと本格的に山岳地帯に入っていきます。もうスピードもかなり遅くてね、今までは割と時速60キロ台ぐらいで走ってくれていたんですが、もうこの辺りでは40キロ台とかに落ちてしまいます。トンネルもたくさんあります。この佐伯と延岡の間でね、一本ドカーンと長いトンネルを作ってくれたら、それはそれは早くなるんでしょうけれども、そもそもあまりにも需要が少なくて、鉄道が残っていること自体が奇跡というようなところですから、それこそ宮崎が首都になるとか、そういうよほどのことがない限りは、そういうトンネルが作られることもないかと思います。秘境駅として有名な重岡じゃなくて、宗太郎駅、昔から秘境駅として有名なところで、最近では観光特急の36+3というのも止まるようになりました。もう今までは完全に無人地帯だったんですが、この駅の周りだけは一応集落がポツポツとあります。一応佐伯方面へ向かう上り列車が朝出て、夕方に佐伯方面から下る列車がありますので、頑張って通学しようと思えばできる、そういうところでしょうか。一度降りたことはあるんですけれども、もう日が暮れかけていたところだったんで、あんまり周囲の散策とかはできませんでしたね。今トンネルをくぐりましたが、宮崎県に入りました。
ずっと横国道10号っていうのが走っているんですけれども、びっくりするぐらい交通量が少ないんですよ。まあ日曜だからっていうのもあるかもしれませんが、海沿いの方に国道の別のやつ、なんて言ったかな、300何号みたいなのが走っていて、さらに東九州自動車道っていう無料の高速もありますので、まあ少ないのも当然です。県境区間周りを見渡しても民家はほとんど見当たりません。国道10号の壮大な橋脚とか、そういう人工的な建造物は見えますけれども、人間の生活みたいなのがほとんど感じられないようなところ、そういうところをしばらく走りますと、ようやく宮崎県最初の駅市棚に到着しました。2017年ぐらいまではここ止まりの延岡方面への普通列車もあったんですけれども、多分バスがあるからでしょうね、もうそちらは廃止になってしまいました。前この近くにあるバス停の時刻表を調べたことがあるんですけれども、確か1日4本ぐらいあって、始発が朝の8時台なんですよね。普通列車が走っているのが朝の7時前後でしたので、まあその時間はバスで代行ができないから走らせている、多分そんなところだと思います。珍しいものが映りました。これが沈下橋と言いまして、よく見てみると欄干とかが全くないんですよね。幅も車1台がやっと通れるぐらい。四国の四万十川流域でよく見られるんですけれども、実はこの辺りにもいくつか沈下橋があったりします。僕もこの動画で初めて存在を知ったんですけれども、その後ネットで調べたらこの辺に5カ所ぐらいあるそうですね。列車は北川駅に到着。ここももともと延岡市ではなく北川町という独立した自治体でした。あの茶色い建物がもともとの町役場で、今は延岡市の出張所みたいな感じで使われています。ここも結構人口が多いところで、さっきちらっと映りましたが、日曜日にもかかわらず結構自転車置き場に自転車が止まっていましたね。また列車の行き違い。この総太郎越えの区間は普通列車こそ少ないですけれども、特急が結構走っていたりとか、あと貨物列車も一応ありますので、全ての駅で行き違いができるようになっています。北川駅の線路の横、桜がちょうど見頃になっておりました。1本ぐらいね、特急止めてあげてもいいんじゃないかなって思うんですけれども、1回特急を止めてしまうと廃止するときに結構反対にあったりするので、まあいろいろ難しいものがあるようです。北延岡駅を通過。実はこの駅は結構利用があるところでして、今看板が映りました。延岡学園という高校の最寄り駅になっています。僕の方に建物も映っていましたね。なので先ほどの北側とかから乗って、この北延岡で降りるという学生さんもどうやらいるみたいです。さて、いよいよ延岡市の市街地に近づいてきました。市街化調整区域と市街地との境目が結構くっきりしていました。延岡市の人口は約12万人、宮崎県で3番目に大きい町で、県北部の中心都市になっています。この町は何といっても旭化成が有名ですね。聞いた話によると、全人口のまあ2割か3割ぐらいが旭化成関連の工場で働いているということでした。本当かどうか分かりませんけれども、赤と白の高い煙突がそびえ立っておりまして、延岡のランドマークのようになっています。あの五ヶ瀬川っていう川がですね、西の方からずっと流れてきておりまして、その水を利用して工業製品を作ってきたという歴史があるそうです。ようやく延岡駅に到着。久々の停車駅です。ここから先の日豊線は結構スピードが速くて便利なので、宮崎県内の鉄道路線では一番利用者が多い区間、多くのお客さんがこの駅から乗ってきます。日曜のお昼時であるにもかかわらず10人ぐらいお客さんが乗ってくるようです。延岡駅を出ると先ほど言っていた五ヶ瀬川を渡ります。次の停車駅は南延岡駅です。宮崎のターミナル駅って結構ね、南とか西とかがつく駅が隣にあるってことが多いんですよ。都城の西都城とかそんな感じですね。南延岡にも全ての特急列車が止まります。また煙突が見えてきました。先ほど見えていたのとはまた別のやつですね。煙突が赤と白で塗り分けられていますが、これね、航空法で決まっているらしくて、ちゃんと飛行機からでも視認しやすい色に塗らないといけないですよっていうのになっているそうです。周りに、ね、高い建物がないからものすごくこの煙突が目立ちますね。東京タワーも同じ理由で赤と白に塗り分けられているのだそうです。さて、南延岡駅に近づいてきますと、結構また旭化成の工場が出てきまして、こちらもう一本線路があります。これは旭化成の工場へと伸びる貨物列車の専用線でして、大分駅で抜かした貨物列車に積み込まれている薬品なんかもこの線路を通って工場内に直接運ばれていきます。南延岡駅に到着。右側にいくつか線路がありますが、これは確かね、貨物列車用というわけではなくて、普通に車両を留置しておくためのものです。南延岡からはそんなにお客さんを乗ってこなかったですね。やはり延岡駅の方が市街地に近くて利用者数も多くなっています。南延岡を出ると一気にスピードを上げていきます。もともとはこの区間最高時速85キロだったんですけれども、
宮崎空港線が新たに開業したことを機に、その開業効果をできるだけ高めるために、この宮崎と延岡の間も最高速度を向上する大掛かりな工事が県の予算の下で行われました。結構お金かかったそうですけれども、その効果は結構抜群でして、並行して一般道を宮崎まで走っていた路線バスもあったそうですが、電車が便利すぎるのでそちらは廃止になってしまったそうです。延岡から宮崎に通勤するという人も結構います。また逆にですね、宮崎市内に住んで延岡の旭化成の工場に列車で通勤するという人も、まあ、そこそこいるそうですね。宮崎市内の方がいい学校があるので、子供のために市内に住んで延岡まで通勤するというわけです。再び海が車窓から見える区間、延岡市を抜けて門川町に入ってきました。延岡、門川、日向市の順に自治体が続いておりまして、日向市も結構大きな町で、門川町はこの延岡市と日向市の両都市へのベッドタウンとなっています。門川を過ぎると先ほど述べていた日向市駅です。東九州で有数の港である細島港があります。結構この港も栄えていてね、まあ、工業用としてはもちろんなんですが、ちょっと前までは大阪に向かうフェリーもこの細島港を発着していました。時折クルーズ船なんかも泊まるそうですね。10年ぐらい前に建て替えられた割と新しい駅です。対向の日輪号はなんか幕が壊れていましたね。この列車と同じ 7%3 系ハイパーサルンでの運転、この地域の特産である杉をふんだんに使った駅舎になっていまして、鉄道業界の国際的な賞であるブルネリ賞というものも、建築部門でだったかな、受賞をしております。日向市から宮崎まで結構特急も便利でして、1時間かからないぐらい、2100円で移動することができます。基本的に線路の形はいいので、まあ、最高速度の110キロ近くでぶっ飛ばすんですけれども、まさに今走っている日向市の南あたり、通過したのは南日向駅ですが、このあたりは結構曲線が多くて、スピードアップの障害となっているところ、断崖絶壁の下を走るので景観はよろしいです。このあたりに奥良ヶ浜という海水浴場がありまして、まあ、海水浴場としても有名なんですが、それ以上にサーフィンのメッカになっているんですね。あんまりサーフィンのことは詳しくないんですが、時折国際大会とかも開かれていて、サーフィン好きが結構移住してくるようなところだそうです。またもう一つ観光で有名なところがあります。ミミツです。ちょうどこの川の右岸、画面中央に見えていたのがミミツの集落でして、日本神話で神武天皇がここからお船出をして、大和に渡って大和政権を樹立したという伝説があります。今通過したミミツ駅が最寄りなんですが、ミミツの港まで歩くとだいたい25分ぐらいかかりますんでね、歩いていくとなるとちょっと大変なところです。クルーズトレインの七つ星 in 九州も停車するような非常に風情がある街なのでね、興味がある人はぜひ行ってみてください。鉄道系 YouTuber が通ったら必ずと言って紹介する施設が現れました。リニアモーターカーの実験線ですね。今は山梨県に実験線がありますが、それよりも前はここでリニアモーターカーの実験が行われていました。今はね、東北大学かどっかが太陽光発電の研究をしているっていうのを聞いたことがあります。通過中の駅が津野駅、ここも特急日向号が停車するようなそこそこ規模の大きい駅で、津野町という町の中心駅になっています。津野ワインというワインが特産品のところです。あとマイナーですが、津野神社という神社もあります。日向の国の一宮です。実はね、宮崎神宮が有名なんですけれども、あそこが一宮というわけではないんですよね。私もまだ記憶にある範囲では行ったことがない神社です。さて、角を抜けますと高鍋駅との間で結構な無人地帯を通ります。右側が断崖絶壁、左側が海になっておりまして、民家がほとんどないようなところ、そこを時速110キロで駆け抜けます。暴風林のせいであんまり海が見えないんですけれども、高いところから見るとね、ものすごい景色が綺麗なんですよ。特に今通った橋の上からだとね、ものすごい綺麗な景色が見えますので、ぜひ時間があるときは川南駅から歩いて20分ぐらいですので立ち寄ってみてください。全然民家はないように見えるんですが、先ほどの断崖絶壁の上の台地の方に町がありまして、さっき言った川南駅もそこそこ利用者は多いです。九州で一番長い鉄道用の橋梁、小丸川橋梁を渡りますと高鍋駅です。36プラス3とか観光列車を除いた全ての列車が停車します。高鍋町っていう自治体にあるんですが、この高鍋町もね、人口3万人の町にしてはそこそこ経済力のあるところです。もともと高鍋藩っていう藩の城下町として栄えたところです。あの宮崎県の最南端で都井岬っていうのがありますが、あの辺りもこの高鍋藩の領地だったんですよ。江戸時代の藩っていうのは結構領地がバラバラに点在しているっていうことがよくありまして、高鍋藩は都井岬で軍用の馬の飼育をしていたんですね。それがいつしか野生化することによって、天然記念物の岬馬が誕生したと言われています。さて、高鍋を過ぎますともう宮崎はすぐそこです。
宮崎市に入りまして佐土原駅、右に JR 貨物のコンテナが見えますが、もう貨物列車の発着はありませんでして、今では自動車での輸送が行われています。佐土原から宮崎駅までは特急だと10分、宮崎空港までは20分の距離です。もうこの辺りからね、私もだいぶ眠たくなってしまいまして、まあ、10分ぐらいですが思いっきり寝てしまったんですよ。まあ1時間半しか寝ていなかったんでお許しください。もう目が覚めた時にはね、宮崎市のすぐ近くまで来ておりました。ようやく宮崎に到着です。終点ではありませんが、ここで大部分のお客さんが降りていきます。宮崎の市街地は宮崎駅からちょっと離れて徒歩10分ぐらいのところにあるんですけれども、最近はアミプラザっていう駅ビルができたりして、駅前も結構発展してきました。同じホームの向かい側に日南線の機動車が待機していましたね。日南観光に行きたい人はもうそのまま向かいの列車に乗ればいいわけです。実は宮崎周辺では特急列車も普通列車の運用につくことがありまして、ご覧の通り向こうには宮崎空港行きのワンマン普通列車が止まっています。実は今私が乗っている日南市ヶ谷もこの後特急から普通列車に変わります。ワンマン普通宮崎空港行きって書いてあったら、絶対普通の通勤用の電車を思い浮かべると思うんですけれども、多分全く知らない人だったら特急列車が来てあたふたするんじゃないかな、これ乗っていいのかなって多分思うと思います。この列車は宮崎空港行き特急数分の停車の後、宮崎駅を出発、終点まであとわずかです。車内放送であった通り、この列車特急なんですが、特例で乗車券のみで利用することができるようになっています。普通列車のみだと宮崎空港まで行く本数が少ないので、競合している路線バスに本数の面でちょっと劣ってしまうんですよね。それを補うためにわざと特急料金を無料にして、より多くのお客さんに乗ってもらおうというわけです。宮崎の南側のターミナル、南宮崎駅に到着。車両基地が併設されている駅で、宮崎地区の JR の運行拠点になっています。全ての特急が停車するんですが、駅の利用者自体はそこまで多いというわけでもなくてですね、駅前もバスターミナルはあるんですけれども、ちょっと寂れてきている、そんな感じがするところです。案内表示を見ると、普通田吉駅通過って書いてますね。お客さんを混乱させるためにあえて特急という表現は使わないようになっているようです。この駅でもやはり何名かのお客さんがこちらにカメラを向けておりました。南宮崎駅を出ると大きいカーブを曲がって日南線の線路に入っていきます。この後田吉までは一応日南線ということになっていて、田吉から宮崎空港の間だけが JR で一番短い宮崎空港線です。車内の案内表示機でも乗車券のみで自由席に座れますよということが表示されておりました。一輪市ヶ谷7号めちゃくちゃ距離長かったですね。結局5時間と50分か終点まで。まだ10代の頃はね、こういう5時間とか6時間とか連続で列車乗り続けても何ともなかったんですけれども、もう年なんですかね、ただ単に寝不足なだけなんでしょうか。ようやく宮崎空港に到着です。この号車には僕しか乗ってないんでね、ありがとうございます。終点宮崎空港です。まあ、日曜の昼の13時に飛行機乗る人ってあんまりいないから、まあガラガラですよ。やっと着いた。やっぱ宮崎と福岡で遠いんですね。これに乗るとね、よくわかります。高速バスの方が1時間以上早く着きますからね。おそらくこの列車は折り返し普通宮崎行きになります。結構普通列車の運用にね、宮崎空港線では着くんですよ。もう日豊本線から引退しますから、かなり沿線には撮り鉄の人たちがたくさんおりまして、写真を撮っていました。駅のホームに降り立ちます。いや長かったですね。これが寝不足じゃなかったらもうちょっと旅を純粋に楽しめたのかなと思いますが、もう体力を使い切っていたので安心感の方が勝っておりました。雲一つない快晴、ヤシの木が並んでいます。県外から来た人は、おお南国に来たなと思うと思いますが、もう私は散々見飽きてますんで、ね、正直ね、ちょっと暑苦しくて鬱陶しいんですよね。この空港は宮崎県内でもかなり気温が高いところでして、時折全国のその日の一番気温が高かった場所が宮崎空港になったりします。夏に降り立ったらね、頭がぼーっとしてなんか何も考える気が起きなくなるんですよね。さてこの後は今乗ってきた特急の折り返し、普通宮崎行きで私の家の最寄り駅である宮崎まで引き返し、それで旅を終えようと思います。この動画も長くなってきましたので、普通宮崎行きの動画はまた別に出そうかなと思います。
さっきの特急の状態だと自由席にしか座っちゃいけなかったんですが、これは一応普通列車で、しかもグリーン車の設定とかもないんで、多分普通乗車券でグリーン車の方に座っていいと思うんですよ多分。ただ宮崎空港駅で車内清掃が行われて、そのまんま宮崎駅で折り返し鹿児島中央行きの特急になりますので、まあ、座席は絶対に汚さない方がいいと思います。こういう特急型の普通列車は、まあ、回送みたいなもんなんですよね。まあ、せっかくだから一般のお客さんにも乗ってもらおうかという感じで開放している、そういう感じの列車です。非常に長い博多宮崎空港間の旅でしたが、いかがでしたでしょうかね。九州ネット切符の割引を使えば、かなり割引率が高くて、意外と気軽に利用できますので、ぜひ機会があったらご利用してみてください。ご視聴ありがとうございました。